どうもこんにちは。これはダイソーで買いました食品用の真空保存袋と真空ポンプです。どちらも110円で買いました。それでせっかくなのでこのポンプでどれぐらい空気が抜けるのかを測ってみました。この動画はそんな内容です。この部分がエアー抜きのバルブです。ポンプをここに押し当てて引くと中の空気が抜けます。これは空気の圧力を測るゲージです。上の段に表示されているのが大気圧で、現在1020ヘクトパスカルと表示されています。そして下の段に表示されている数値が空気が抜けた量となっています。単位はヘクトパスカル。これを以前の実験で使ったガラスの瓶に入れます。蓋についているのはホースコネクタ。ここから空気が抜けるようになっています。これを真空保存袋に入れます。それでは準備ができたので空気を抜いていきます。だいぶと空気が抜けてきました。で、瓶の中はマイナス135ヘクトパスカルくらいになっています。まだまだいけそうです。表示が一瞬バグりましたが、現在マイナス525ヘクトパスカル。584ヘクトパスカル。この辺りで抜けている感じがしなくなりました。マイナス583ヘクトパスカル。これくらいが限界かな。以上で終わろうかと思ったのですが、袋を一度開封しまして瓶の位置を調整して再度エアーを抜いております。瓶のエアーが抜けるコネクタを袋のエアーバルブに近くなるように調整しました。そうするとですね、なんと693ヘクトパスカルまで引けました。
いやでもこれはむちゃくちゃ大変でした。ここまで引くのはとてもしんどいです。無理のないようにやるとすると、やはり500から600ヘクトパスカル程度じゃないかと思います。で、500から600ヘクトパスカルがどれくらいかと言いますと、これなんかは吸引力50キロパスカルとなっていますね。で、こちらは85キロとか95キロとか。これなんかは同じ感じのものの電動版ですが、これは60キロなのでほぼ同じぐらいですね。というように、市販の真空パック機のちょっと性能が悪いものぐらいには真空になるということですね。はい、でこんな感じで食料をパックしてみました。これは麦茶で、紅茶のティーパック、そしてお米。これらはだいたいマイナス60キロパスカル程度の真空状態となっています。というわけで以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。